聞いときましょう、はい、次の公演のことを。はい、すごい素敵なスターが、はい、次回作品、銀幕心中という作品でございます。これはですね、今日あの CM の時に、あの水月心中っていう対岸映画株式会社制作現場室がありましたけども、うん、あの水月心中っていう映画を撮っている、まあ、昭和30年代映画日本映画黄金期のこと鎌倉を舞台にしてまして、巨匠監督がその水月心中というのを撮って、いよいよもう撮り終わりクランクアップだっていう時に監督が急死してしまうと、うん、うわこれは大変だ、どうするんだ、この映画もここまで撮り切ったのに、誰が最後をまとめるんだっていうので大騒ぎになるという作品で、で、あの牧野もね、はい、いや本当にいい役者さんなんです、本当に、はい、本当に。で、まあそういう、まあ、映画っていう、まあ、一つの芸術をあの突き詰めていく人間たちの話なので、まあ、その中でその、まあ、芸術を作るということとか、その、まあ、翻って生きるっていうのは何なんだ、死ぬっていうのは何なんだっていうようなことをカンカンガクガクやっていくと。スラップスティックコメディーとか、そうなんですね。そうですね、はい、でも今回の塔みたいなちょっとほんわりした感じもあったりするんですよね。そうですね、なんかいろいろわたわたやって、面白かしいところもありますけども、最後はやっぱりそうかっていう感じでね、はい、味わっていただけるんじゃないかなと思います。6月の5日からが、あ、インディペンデントシアターファーストで、はい、6月5日金曜日から7日の日曜日まで、はい、インディペンデントでドゥシアターファーストで、はい、はいはい、これがですね、大阪公演前売り2800円なんですけども、なんと6月5日初日、大阪公演初日特別前売り割引ということで、前売り料金2500円で販売しておりますので、あ、もうこれはぜひもうそこを狙って来てください。そうですね、ぜひぜひ本当に、はい、なるほど、なんか自信があるんですね、と思います。初日に呼んどいたら、あとは口コミで伸びるだろうという。もちろんです、はい、間違いありません、本当に見ていただいても絶対損はないので、はい、はい、あとですね、裏企画としまして、この作品、スパイラルでやる前に、1998年に、劇団7月前夜で初演されている作品なんですけども、その時私が出ておりました。で、今回ご覧になって、終演後ですね、私ロビーとかおりますので、落合さん、あなた初演の時やった役はあれですよねって言って、当たった方には私が素敵なプレゼント、素敵な、素敵な、あ、そうなんだ。ズルはしちゃダメなんですね、こうググったりとか、あ、そうそういうちょっとお楽しみもある、はいはいはい、ぜひぜひお越しくださいませ。